Cry for me 君の声が聞こえてる叫んでる僕の名前を I'm gonna come. 無名最小ベガーナの眷属コスモグラフィカ、こっちは青の談笑会。よくもまあ古今東西の貴重な本をこれだけかき集めたもんや。うわっ、こいつはイストミア・イブン、バリバリの金書やんか。風星省の連中が見たら目の色変えるんとちゃうか。紀行本だけじゃない、今年出たばかりの本もある。何、なんてタイトルや。王国食べ歩き機構リベール通信社か。なんでそんなもんが金書と一緒に紛れ込んでんねん。どう考えてもおかしいやろ。私に言われても。料理の写真がとっても美味しそう。ああ、多分それはドロシーちゃんの写真やね。って、そやお前、腹ペコだったんとちゃうか？ケビンが本を調べてる間に腹ごしらえは済ませた。残ったからお裾分け。いつの間に。っていうか、あんだけ大量に買い込んでたくせに残ったのはこれだけかい。どのパンも美味しかった。小麦粉もそうだけど、水が良くないとあそこまで美味しいパンはなかなか作れない。リベール、いい国かも。確かにこの国の飯がうまいんは俺も認めるけど、いい加減飯の話はええっちゅうねん。分かってる。どう考えてもこの場所はおかしい。とりあえず一通り調べてみるべきだと思う。せやな。と、そういえば
もう光っていないね。ああ、完全に無反応や。せやけどこいつが光った後、俺らがこんな場所に飛ばされたんもまた事実。どうやら思ってた以上に厄介なブツだったみたいや。ケビン、それを貸して。私が預かっておく。え？なんや、やぶから棒に。あなたを守るのが重騎士たる私の使命。そんな危険そうなもの持たせておくわけにはいかない。リス、あのな、渡しなさい。いいから落ち着け。俺らがここに飛ばされたんはこの宝石のせいやとまだ決まったわけやない。それに俺が持ってたのにお前も一緒に巻き込まれたんや。だったらお前が持ったところで危険なことには変わらんやろ。でも悪いが上司の決定や。重騎士なら守護騎士の言うことには従うもんやで。わかった。でも本当に危険そうならすぐに手放して。それだけは譲れない。わかった、約束するわ。さてと、そんじゃ探索を始めるか。この決対な場所が何なのかとっとと突き止めるとしようや。了解。あれは？こいつはえらい思わせぶりやな。作りから言ってゼムリア時代のもんとはちゃうみたいやけど。確かに装置じゃなくて石碑みたい。あ、下の方に何か書いてある。お、ほんまや。なになに？何かのメッセージか、それとも。まあいい、ちょいと調べてみるか。あかん、何の仕掛けもなさそうや。素材も石みたいやし、やっぱ装置やないのは確かやな。そう、とりあえず力ずくで破壊してみる。せやな。ってなんでそうなんねん。いくら装置と違うからって何が起こるかわからへんやろ。冗談、言ってみただけ。めっちゃともかく過激な手段は後回しや。ここは置いといて他の場所も調べてみよう。わかった。
こいつは。ここ本当にどこなの？さてな。ただこうして喋ってても音が反響してへんからな。とんでもなく広い空間の中にいるのは間違いなさそうや。そっか。ほらまた、えらい唐突に生えてるな。ずいぶん立派な枝ぶりやけど、なんでこんな場所に？残念、実がなる木じゃないみたい。さすがにそんな都合よくはいかんやろ。そやリース、薬草とか植物関係は詳しかったよな。この木、見覚えはないんか？わからない。少なくとも大陸西部で自生している種じゃないと思う。ふん、なるほどな。ん？何かわかった？いや、ちょいと心当たりがな。とりあえず一通り他の場所も回ってみようや。でも楓みたいに樹液が甘い可能性はあるかも。幹のところちょっと傷つけてもいい？やめときなさい。ケビン、これって。なあ、なんか落ちてるな。なんでこんなもんが。まあ、とりあえずもらっておくか。どうせ食べ物だったらよかったのにとか思ってんのやろ。ケビン、すごいね。独身の砲術まで使うなんて、さすが守護騎士かも。いや、そんなん砲術使うまでもないし。ここは？どこからどう見ても休憩所って感じやな。書家といい石碑といい、なんでこんなもんがあんねん。癒しは大事。
こんな場所でお弁当を食べたらすごく美味しそう。ああ、確かにそれは良さそうやな。ま、これで魚がいたら釣り糸でも垂れてるところやけど。ケビン、釣り今でもやってるの？うん、相変わらず下手の横好きやけどな。そういや、リベールって釣り好きがやたら多くてな。趣味の域を超えた団体とかあるし、知り合った子なんてプロ顔負けの腕してたわ。そう。ん？なんや、どうした？なんでもない。魚がいないのは残念だけど、とても澄んだ水みたいだし。とりあえず飲み水が確保できたのはいいと思う。せやな。よし、そんじゃ他の場所も調べてみるか。一通り調べてみたけど、重要そうな手がかりは何も見つからなかったね。まあな。ただここがどういう場所かっていうのはなんとなく見当がついてきたわ。どういうこと？ここはリベールであってリベールではない場所。一種の異空間やないかと思う。もう少し詳しく。せやな。例の和の事件でこんなことがあったんやけど。そんなことが。じゃあこの場所もそれと同じ空間ということ？あくまで可能性の一つやけど、もっともそうだと仮定しても妙なことがいくつもあるんやけどな。わかった。王国食べ歩き機構ね。ビンゴ。仮にここが1200年前、輝く輪とともに封印された異空間の一角だとすると、今年発行されたばかりの本がこの場所にあるのはおかしい。初夏にあった寄稿本も全て大崩壊以降のものやしな。ということは、何者かがつい最近まで出入りしていたことになる。あの黒ずくめの男。その可能性はあるやろ。と言ってもあの男が王国食べ歩き機構なんて読むとも思えへんねやけど。それは確かに。ま、いずれにせよこれが何者かの意思によって仕組まれた事態なのは確かや。ひょっとしたら宝石が俺らの手に渡ることまで仕組まれてたのかもしれん。そこまで
でも仮にそうだとして、これからどうするの？ああ、そこが問題や。せめて端末でもあったらいろいろと試せるんやけど。またか。何が起こったの？わからん。だがどうやらこいつが何か干渉したのは確かみたいや。俺たちが持っていたクォーツを根こそぎ破壊したのも含めてな。本当にそれ手放さなくてもいいの？いや、手放したら逆に八方塞がりになるだけやろ。ともかくこれで何かの取っかかりができたはずや。変化した場所を徹底的に調べるとしよう。わかった。オーブメントでもなく、アーティファクトでもない、ただの石の塊がどうして？まるでおとぎ話の魔法みたい。はあ、確かにそんな感じかもな。いずれにせよ俺らの常識では理解不能なからくりみたいや。かざして。今のは？その宝石を石碑に。誰や？誰が話しかけてるんや！どうか。どうするの？毒を食らわばさらばでや！違法者たちよ。またや。でもさっきの声とは違う。よくぞ来た。我が主の思いに応え、何時らに力を与え、え、対価を念じよ。さすれば何時らの知る断りで力を与えよ。ちょっと待て。大化、俺たちの知る断りって、ひょっとしてミラを使った買い物とか？そうか。把握した。何時らの断りに従い、大化のもとに力を与えん。
我が眷属を解放せよ。さすればさらなる力を汝らに与えん。今のって聞くな、俺かてさっぱりや。ただどうやらミラやセピスを使えばここで戦力が整えられる。それだけは確かみたいやな。ちょうどさっき壊れたクォーツのセピスがある。それで一通り揃えてみる。ああ、そうしてみるか。いくらクラフトがあるからといって回復魔法くらいは必要やろ。何これ？どうやら結界みたいやな。思わせぶりな宝人が向こうに現れてるけど。これは水底が光っとるんか。綺麗。よくぞ来た、来訪者たちよ。またか。今の泉の方から。来訪者よ、喉を潤すがよい。我が主の望みに応え、何時らに活力を与えん。輝きを取り戻せば何時らに活力を与えん。幾度かの戦いの後我が元を訪れるがいい。参ったな。まさか気力を回復するとは。ほんまどういう仕組みやねん。確かに気力が全身にみなぎっている感じ。でもここの水が光っている時だけみたい。そうみたいやな。まあいい、また時間を置いて訪ねてみることにしようや。うん。
こいつはまた見事なもんやな。うん、光の花びらが舞い散っているみたい。歓迎するマロードたちよ。ひょっとしてこの木が喋ってる。我が主の願いに応じ、何時らに大地の恵みを与え、されど我が力万全にあらざれば、相応の大化を望む者なり。我が主の力戻りしとき、我が恵みの彩りも増えるであろう。何時らに大地の祝福を。なんちゅうか、木がしゃべって食材を売りつけてくるってどういう冗談やねん。リス、おい、どないしたんや。その大樹は七色の泉のほとりに根付き、恵みと喜びをもたらした。創世記第七節、始まりの地より。女神よ、あなたの大いなる慈悲とご加護に感謝いたします。めっちゃ嬉しそうやな。でもこれって女神の加護とは関係ないと思うけど。そんなことない。すべての道は食に通ず、女神も聖典でそうおっしゃってる。言ってへん言ってへん。というわけでケビン、これをあげる。え、なんで俺がこんなものを。ケビンは少し不信心、守護騎士のくせに。料理を通じて女神様への信仰を取り戻すべきだと思う。いや、それめっちゃ理屈おかしいから。それに料理やったらリースがやればええやろ。昔から料理はケビンの方がうまかった。食材だってよりおいしく調理されたがっているはず。いや、でもな。ダメ？はあ、俺も甘いな。言っておくけど、お前もちゃんと手伝えよ。後作ってる最中でのつまみ食いは許さへんからな。わかってる。あの法人、もしかして出口。どちらかというと入り口かもしれへんな。
さっきの石碑といい、木といい、泉といい、やたらと俺たちに準備と心構えをさせようとしてたし。うん。それでどうするの？あの中に飛び込んでみる？ああ、どの道俺らにそれ以外の選択肢はない。ああ、でもやっぱリースはここで待ってて。ジローリと思ったけど、やっぱ二人で行動するか。何が起こるか分からへんし。当たり前。そうだケビン、これを渡しておくから。え？なんでお前がこんなもの持ってんねん。セルナート総長から渡してくれって頼まれた。最近ケビンからの報告が大雑把でアバウトすぎる。どうせ記録なんかろくにつけてないだろうから、渡しておいてくれたって。バレてたか。っていうかリースって総長と知り合いやったんか。私の奉献のお師匠様、とても尊敬している。知らんかった。っていうか総長、わざと俺に黙ってたな。確かに知ってたら騎士なんかに。ケビン？いや、なんでもない。あの法人に飛び込んだら何が待ってるか分からへん。気引き締めていくで。うん。